ここで毒リンゴを生成してるわけですね。怖いわ。食べないで。人から、知らない人からもらったものは食べちゃダメよ。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は猫10匹村の猫館村に行ってみたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一夢に500ブリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ちなみに猫館村は某夢の国をイメージした猫と水の世界をご堪能くださいということなので、楽しみにしていきたいと思います。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで猫館村に出発。到着。はい、猫館村。うわ、なんかすごい。すごい、なんかめっちゃ綺麗なんだけど。夢の世界へようこそ。あなたは今猫館という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都の猫館の世界をご堪能遊ばせ。なんかこれ何、水、水にバラが浮いてる。めっちゃ可愛い。超綺麗じゃない。これめっちゃいいんだけど。この水、水いいな。水いいな。ちなみに、そうそう、お着替え。なんか着替え何種類かある。これは、猫の被り物、カンカン帽、キャプテンの帽子、キャプテン?ナビルのお面。何種類あるの?フーコのリボン。じゃ、とりあえず私は、この辺の拾っていこう。なんか特に決まりとかはない感じかな。じゃあこの辺、とりあえずこの縦のライン行きます。じゃーん。もっとちゃんとした組み合わせがありますって言われたらどうしよう。私の組み合わせではこうなってしまったんだけど。はい、ということでダブルレインボーがめっちゃ綺麗。ちなみにこの村、おすすめスポットっていうのがあるらしくって、おすすめスポットもちょっとね見ていこうかなと。まずおすすめスポット一つ目はここ。めっちゃ可愛い。こういうところで多分おすすめスポットって書いてくれてるところでね、写真を撮ったらめっちゃいい感じに、インスタ映えや、インスタ映え。インスタやってないんだけどね。いちご。いいね。猫10匹村だからね。ん?くせ者?そのぼーっとした顔を見る限り敵ではなさそうだな。ゆっくり遊んでっていいぞ。と。なんですって。まあ、敵認識されんかったのはいいんだけども。はい、そして二つ目。二つ目のおすすめスポット。いいね、いいね。うちの村にもさ、このハートのアーチ一応、うちの村はあれやね。このベンチの後ろ側にあるの。あれ?ベンチこんな色やったっけ?いろんな色があるの、もしや。いまいち把握できてないよね。はい、ということで、ちょっと1軒目の家に向かってみたいと思います。ということで、ここは一応、某夢の国をイメージ。で作られてるということで、まあ、それぞれねあるのだけれど、テーマがここの住人さんは家の中かな、中っぽいね。じゃあちょっと入っていきます。ここはどこの世界観か。お、いたいた。猫たちが何よりの宝です。さやさん、この村の村長さんやね。村長さんの家ってことか、これは。村長さんの家ってことは、あれだね。おしゃれキャットをテーマにした家ということになるね。ちなみに、この、ね、村長の家の、この犬の置物たちは、心の目で猫だと思って見てくださいということです。まあ、確かに猫の置物ないもんね。めっちゃ伸び伸びしてる。
いいね。あ、そこテーブルの上にも置けるんか。椅子だけじゃなく。なるほど。なんかより一層本物に近い感じで。なんか一匹、なんか一匹めっちゃ絵画をたしなんでいらっしゃる。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、ここは厨房だね。いいね、いいね。あ、厨房ってことは、ここは、ここっていうか、この人はあれかな？エドガーだったっけ？あのね、おしゃれキャットに出てくる、召使い？羊？の人やね、まあ。召使い？なんていうかな？全員かな？いいね、いいね。シチュー作ってる？シチューっていうか、あれから猫たちの餌かな？なんか、エドガーは結構ね、あれなんよね。こう、ディズニーヴィランズの中でも、だいぶ悲惨な感じがするけど。でもちょっとね、間抜けなところが憎めんかったりするよね。悪いやつなんやけども。はい、それじゃあ、奥の部屋へ。お、奥、ここはあれやね、猫たちが。猫たちがめっちゃ、あ、そう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 、絵描きよったよね。めっちゃ絵描きよったよね。あれ、絵描きよったのは誰やったっけ？トゥルーズ？ベルリオーズ？トゥルーズの方かな？多分そうだね。多分そうだね。うんうんうん。あの、なんか、グレーの毛の男の子。あ、そしてこの演奏してるのは、多分ベルリオーズかな？多分。あのね、オレンジ色の。ん？オレンジ色やったっけ？違う、トゥルーズがオレンジか。ベルリオーズがグレーの方やね。そう、今、映像をありありと思い出しているところ。いいっすね。え、ってことはこれマリーかな？そういうことかな。いいね、いいね。猫たちの自由の。てか、めっちゃ思ったんやけどさ、あんなね、手に、絵の具とかベタベタにつけとったけど、後々消えてたのはなぜ？はい、そして、右側の部屋へ。お、はは、現金がめちゃくちゃたくさん。これですか？相続する遺産というのは。そういうことなのでしょうか。ねえ、夫人。いや、でもね、なんか、めっちゃこうね、自分とこのペットとかを可愛がっとる人って、お金持ちとか、の人たちって、ペットに遺産を譲ろうとする人結構おる感じがする。ね。これは誰なんかな？これ夫人なんかな？それともこれが弁護士さん？そういうことかな。はい、それじゃあ、2階の部屋へ。あ、すごい！これあれ？今までこの村に、この猫館村に住んでた猫たちということか。あ、一応、怪しい猫と見知らぬ猫もいるけど。いいね、いいね、めっちゃ可愛いね。すごいな、こんなに猫。え、何種類いるの？この、同種族というのは。10匹？何匹これ？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。一応村に住める子ではこの中には11人いるのか。あの、ね、コラボキャラのアイルーム合わせて。はい、そして村長の自宅の地下は特に力を入れたレストランらしいので、楽しみにしていこうと思います。おー、いいね。なんかめっちゃ、何？海底レストラン？え、めっちゃ可愛いんだけど。私、こういうの超好きなんよね。なんか小さい頃とかさ、スーパーとかで、スーパーとかでもさ、なんかあの鮮魚コーナー、イケスとかあるとかあるやん。ああいうのめっちゃ見よった。張り付いて。何？ちょっと、いいね、いいね。ちょっと結婚申し込まれよるやん。プロポーズ受けます？え、プロポーズとか受けます？こんな素敵なところでね。羨ましいわ。あ、そしてもしかしてこれ真ん中はあれかな？誕生日のお祝いかな？祝われます。
祝われます。なんかこういうさ、なんかね、レストランとかで一つ一つの席でなんかこう物語を想像できるようなのってめっちゃ楽しいよね。妄想がはかどるわ。ほい、それじゃあ、それじゃあ2軒目の家に行ってみようかな。じゃあ2軒目の家は、2軒目の家に行く間にもうちょっとおすすめスポットが、こっち側だね。はい、ここが、ちょっと待って、めっちゃ通り過ぎるけど。一応ね、なんか水の上通らん方がいいかなと。はい、ここがおすすめスポット。いいね。あ、ここいいかも。なんかさ、もっとなんか巨大で、下からさ、見上げ寄る風とかにできたらめっちゃいいよね。たまにさ、あのカメラで、アミーボカメラで、そういう風に映してる人おるよね。そしてビンタくん。お、メトロ。いいね。地下鉄はい、そして、ちょ待って、ここじゃない。ここじゃないんだ。寝そべるのはいいかもしれないけれども。なんかこういうところめっちゃ細かいね。すごい、マイデザ。はい、そして、ここが、もう一つの、ここかな？ここがもう一つのおすすめスポット。なんかどこもあれやね、おすすめスポットめっちゃ虹がくっきり見える感じ。いいね、いいね。あ、なんかこれそれぞれさ、縦にちゃんと花の色が揃っとるの綺麗なんやけど。あ、こういうの私全然計算してないけんな。はい、そして、ん、なんか貝殻に導かれる私。あー、これアリエル、ニャリエルやってめっちゃ可愛いんやけど。人間になって王子様と、いやー、いいわ。リトルマーメイド。ってことは、ここは、リトルマーメイドの世界観の家ということで、お邪魔します。おー、いいね、いいね。これ、海の住人たち。めっちゃ陽気。あ、これ、あれかな？何やったっけ？演奏会やったっけ？なんか、しよったよね。あの、アリエルのお披露目会か何かで。はい、それじゃ左の部屋へ。あ、これは、船の上の結婚式じゃないか。え、これはアリエル？アリエルなの？あ、アリエルでいいんすか？それとも、あっちなの？王子が正気に戻る前なの？いや、悲しい。でもあれよね。人魚姫の原作通りじゃなくてよかったよね。はい、そして、右の部屋へ。お、右側。あ、これは、あれかな？これもしかして、エリック王子？これが、なんか、王子で、あっちで、ま、人魚のアリエルが悲しげに、私も人間になりたいわ。って見つめ寄る感じ。あ、でもなんかすごいな。それっぽく見えるよね。王子はなんかちょっとあれやけど。いいね。そっか、人魚の置物そういう感じで使えるのか。ほい、そして、2階へ。あ、2階、これは、あ、これ、あれよね。多分、アリエルが人間の姿になってすぐ、家に連れてこられてお風呂に入っとるとこかな。で、お風呂に入って、その後、こうね、綺麗に綺麗に、右霊にしてもらって、めっちゃ歓迎されとったよね。私、なんかそんな、みすぼらしい少女ダメです、みたいなこと言われるんかと思ったら、結構羊さんたちもノリノリで、おーってなった。はい、そして地下へ。お、地下、これは寝室かな？ということやね、きっと。なんかちょっと切なげな感じ。切なげなのか。まあちょっとね、まどろみというか、眠りに誘われるような曲なのか。いいね、いいね。いや、てか、マーメイド家具かわいいな。
マーメイド家具ってどうやって手に入れるんやったっけ。ラコスケかな。いまいちそういう家具の手に入れ方とか把握できてないけんな。はい、それじゃあ3軒目の家に、あ、3軒目の家に行く前にここにもおすすめスポットが、んーと、おすすめスポットを、ちょっと待って、水こっちだね。ん？こっちかな。おすすめスポットここだね。めっちゃいい。鐘が、鐘の音が鳴るよ。はい、ここも幸せになれそう。超パワースポットな感じ。はい、それじゃあ3軒目の家に向かいます。3軒目は何がテーマかな。ちょっと待って、橋、いい感じにセミが鳴いてる。ここからか。あー、いいね、こういうの導かれる感じ好きよ。どうもニャリス、I'm following white cat。 ニャリス、不思議の国のアリス。不思議の国のアリスをモチーフとしたところだね。 I'm following white cat。 猫についていた。私は猫に、白い猫についていったの。そこもウサギじゃないんよね。こうなんかディズニーの作品がいろいろと猫化されてて面白い。そしてここが、あ、これは番号順に回れということだね。とりあえずここのシーンが一番最初。なるほど。なんかこういうのめっちゃ好きなんやけど、こういう木とかがあってね、なんかめっちゃ劇っぽい感じせん。めっちゃ可愛いよね。あ、時計、お茶会に遅れちゃう。Eat me! Drink me! そして、これは食べた方がでかくなるんやったっけ？で、飲んだら小さくなるんやった？あ、ここにも時計が。いいね、いいね。なんか大きくはなりたくないけど、小さくはなりたい気がする。大きくなったらちょっと目立ちすぎるけんね。お、3番はどこだ？あ、3番は2階。お、いいね、いいね。ポップコーン。こういうポップコーンめっちゃいいな。見た目めっちゃ美味しそうじゃない？いちごミルクっぽい感じするよね、これ。でも美味しそうって思うけど、私甘いポップコーン苦手やけん多分食べれんねやろうな。まあ、圧倒的に塩とか、バターとか、醤油とか、チーズとか、そういうしょっぱい系がいいです。ほい、そして地下へ。お、芋虫来たー。芋虫来たー。びっくりした。そっか、座れるのか、これ。あれはね、途中いろいろと出会うよね。チシャ猫。チシャ猫とか。あれ、発音しにくくない？なんか。チシャ猫。はい、そして、右の部屋へ。お、花がたくさん。これ庭先ってことかな。女王様の。いいね、いいね。あ、なんか花だらけで、これ何？なんか開いた。見なかったことにしよっと。え、これ何？小物入れか何かですか？え、めっちゃ可愛いんだけど。え、こんな中にほぼ何も入らんくない？あ、でも結構でかいんかな。ちょっとびっくりしたんやけど。私このさ、バラの椅子めっちゃ欲しいよね。どこで買えるんやったっけな。え、めっちゃ欲しい。かわいい。この辺と同じやったらね。あ、これとの組み合わせ良さげやな、バラの。私のメイン村の地下に置けそう。そういうね、人の村に行って家具を見て自分の村の参考にできたらいいなと思いつつ何も進んでいない。はい、奥の部屋へ。おー、ティーパーティー。私はちょっとね、女王様の席に行きます。いや、いいね、いいね、いいね。帽子屋さんとかね、いろいろといるわけですよ。いや、美味しそう、いいな。
え、いつも思うけどさ、みんなこのティーパーティーのシーンの再現率めっちゃ高いよね。超綺麗よね。いいな、いいな。しかもなんか椅子もさ、バラバラなようでなんか、何 ?2、3種類ぐらいでまとまっとるんよね。めっちゃ綺麗。いいな、いいな。はい、そして、じゃあ最後はね、最後の家に向かいます。最後の家はね、ちょっと待って。向かうよ、向かうよ。こういうなんか木の間とか通って家に向かうのってさ、めっちゃなんかワクワクすることね。未知の世界に誘われる風な感じが。はい、なんかちょっと怪しげな雰囲気がしてきた。ああ！ビニャンズ、一番美しいのは誰？とりあえずこの一番最後の4軒目の家をリンゴ。リンゴ、白雪姫だね。一番美しいのは誰やし。と、ヴィランズをテーマにした家らしいのだけど、ヴィランズっていうのはね、ディズニーの、ま、悪役の、悪役っていう、ま、総称やね。おなんかもうね、不気味な雰囲気だわ。あ、鏡の前で。鏡よ、鏡よ、鏡さん。世界で一番美しいのは誰？でね。白雪姫が映っちゃうと、ちょ、待って、誰？めっちゃ犠牲になってますけど。超絶犠牲になってますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ 7。あの7は一体。え、なに、アリスのところの続きじゃないよね。アリスのところの続きじゃないよね。いや、怖い、怖いよ。でもさっき6で終わってなかった？確か、違ったかな ?1、2、3、4、5、6。え、6で終わっとったよね ?7。え、何これ続いてる？もしかして続いてるの？え、怖いんだけど。何、最後お亡くなりに。え、最後お亡くなりに。びっくりしたー。え、ちょ、やめてよ。めっちゃびっくりしたんだけど。この音楽そういう感じになるんだったっけ？あ、ここで、毒リンゴを生成してるわけですね。怖いわ。食べないで。人から、知らない人からもらったものは食べちゃダメよ。っていうカメラの向こうのみんなに。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりしたよ、君。なるほどね。まあ、でもあれよね。悪役から学ぶこともきっと、あることであろう。あ、でもまあ、あそこはね、単体で映画にまでなっちゃったから。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、いいね。なんか一個一個の家がちゃんとテーマがしっかりしとって、すごい。ディズニー大好きなんやなっていうのが伝わる。